本日も動画の撮影をさせていただきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。えー、今日はですね、もう将棋界のね、大フィーバーが起こりがけてるんじゃないかなと、僕は最近改めて将棋をね、始めたんですけど、やっぱこう、刺すだけじゃなくて、将棋界っていうのは、まあ、一番理想は刺してみるなんですよ。 で、次に見る賞で、その次に刺すだけの人なのかなと僕は勝手に思ってて、まあ、ああ、ハブヨシル会長も、やっぱ、見るってのはすごく大事で、だから今回、西山智香、女流三冠と高橋祐二郎四段の対決で、えー、史上初の女性騎士がね、えー、女性、女性が騎士になるというですね、もう、朝ドラで二人っ子っていうのがあったんです、あれ、ちょっとさっき調べた1996年、だから28年前ですね。 28年前のドラマであったことが、今、現実に行われようとしている。だから30年かかったってことですからね。もし今回、えー、西山女流さんが騎士になれれば。で、ちなみにですね、二人っ子の場合だと、こう、奨励会を突破してからそっから先の話がありますからね。だから本当にこの女流騎士が、女性が騎士になって、そっからタイトルマッチまで行くっていうふうな歴史になると、 どうなんですかねちょっとそこはワクワクするしできたら藤井聡太さんがのピークが25から3 20から25じゃないかって本人は言われてるんで、まあ、その間にねタイトルマッチ今度は NHK 杯でちょっと戦うっていうのがあって今週の日曜日ですかねそっちも楽しみですけどやっぱタイトルマッチでね女性が棋士として戦う、まあ、その前のトーナメント行ったりとか大変なんですけどね。 今日はちょっとね話がだいぶ脱線しましたけど西山智香さんと高橋裕次郎四段のね話をしたいなちなみにですね、えー、早速図書館に行って泣き虫ショっタンの奇跡借りてきました、えー、瀬川さんとあとレオさんですかねが棋士編入試験で入っただから奨励会だけじゃなくて、えー、編入試験で入、まあ、編入試験で入る方がレベルが高いってい形になるとは思うんですけど あまあねこう最初僕が見出した時は伊藤匠さんと藤井聡太さんのこうタイトルマッチみたいなそこから渡辺明さん山崎さんだったりとか、まあ、最近でったら永瀬さんとかやっててで最初見る時はなるほ、まあ、見る将だったんですね、まあ、ちょっと詰将棋しますけど最近だったら結構本も読んでて、まあ、最近結構はまってなんかこの詰将棋の本だったりとか詰将棋。えー 選手権だったりとかこのつむやつまざるやのですでね誕生これもめちゃめちゃ面白い本なんですけどやっぱりいろいろ調べていくと藤井聡太七冠ですね今藤井聡太七冠を倒すためにみんなあ将棋をしてると言っても過言ではないと思うんですよで男子性棋士で全員が全員ってわけじゃないですけど振り飛車が減ってきてるんですよね今でなんでかっていうと藤井聡太さんを倒すために藤井聡太さん絶対居飛車しか居飛車ですからあ飛車は振らないですからねで なんか藤井聡太さんの理論に行くと飛車を振るって一手損するから今のこう将棋界の中で損じゃないかって理論で振らないそうなんですよ。まあいろんなふうに言われてるんですけどでまあ先手で振る場合は理論的な一手損するけど基本振るとこうカウンターを戦うカウンターを戦う。 作戦みたいな形になるんで、こう、粘って粘って、相手が攻めてきたところを、こう、戦うっていう風になるんで。で、えー、西山さんが、西山女流三冠が、三権飛車に振ったんですよね。しかも後手番ですからね。後手番で三権飛車に振る。まあ、多分振るっていうのは分かってたと思うんですけど、三権飛車に振るって、ただでさえ振り飛車って後手で不利なのに、さらに不利な形に追い込んだ、この編入式に、しかも大事な大事なとこでそこにするっていうのが、だから後手番で勝ったってのは、 やっぱこう大きいんだろうなーってなんかこう自分でもまあ将棋ボスとか将棋クエストでしますけどやっぱ先手版でまあ先手版しかり角道開けて角交換してくれたらあの角換わりだったりとかま角交換しなくてもこう相掛かりするだったりとかまあ棒銀とかこうヤグらとかまあいろいろあるんですけど相手がどう取るかによって自分の対応って変わったりするとかいろいろなんかこう駆け引きみたいなのがあるんですけどやっぱそんな中でねこの振り飛車。 振って自分が不利な状況でありながらさすが出雲の稲妻押し切ったっていうのがあってねただこう多分報道とかではこう「勝ちました」って言ってさあ女流女性が騎士になるの楽しみですねってのをやってるんですけどやっぱ終盤の角の,格の合ってますか角か馬のただで捨ててそっから橋を攻めてくるとか馬でやってるのを強者でこう後ろから 支えるとか。もう、あそこのところが、す、刺す手が力強いんですよ。バーンって出して。で、ゆうしろくさんも、もう、振動、うーわーって形で、うーわーでって、に、もう終盤戦です。長考に長考を重ねて、行って、こう、頑張って、こう、再練習ですよ。再練習をさしたら、もうすぐ秒でバーって刺して、うーわーって、こう、苦しい、苦しい、苦しいって時に、7、2、 馬ですか六三馬ですか西山さんが攻めてるのを馬で引いたシーンがあったんですよ。で、引いたことによって数値が逆転したんですよ。九十何パーとかが、九十対十パーって評価値があった時に、逆に八七とかで、裕次郎さんの方が優勢になったみたいなのがあったんですよ。馬を一個引くだけで。で、それで、 勝ち筋が見えたけども時間もないしプレッシャーもあるしってとこでこう、まあ、将棋って最後にミスしてその最前線手を刺さなかったのがミスっていうふうには思われないんですけどそのミスっていうのが評価値が下がるっていうことを基準にすると一番最後に評価値の基準が下がる手を刺した棋士が負けるっていう形になったんですね今のおその将棋界っていうのは。それが寂寂ししいいっっちゃ寂しいんですよこの最前を刺さなかったら あ見てる人からしてこう評価値は変わりませんあミスしたんだなってだけど実際その最善手最善手をみんなこうやっていったら先が読めるから評価値が下がってでも意外な一手を打つっていうのは大きいと思うんですよだからさっき言ったみたいに、えー、西山智香さんが下がった馬を馬を下がらせた時に裕次郎さんがこう評価値が上がったけど評価値が下がるちょっと打ち方として。 の手まあ、普通の素人からしたらその手だけでもとんでもない手だと思うんですけど、だからそこのところですよね、再練習ってこう来るかなと思ったら違う手が来て、で、そこから考えて考えて考えて指して、で、逆にまた戻してみたいな形の駆け引きがあったんで、なんかそこのところまで報道されると、まあ面白かったのかなと思ったし、で、最後、與二郎さんも粘って、で、も本当にこの将棋してたら、おお言って間違えたら終わりですからね。 もう最後3択し、まあ、基本2択か3択とか、まあ、4択にあることもあるそれ以外も負けるみたいな詰まれるって中で自分が全部手を読んでこう逃げていくんですよかけてかけてなんかそこら辺の攻防っていうのも見るのも面白いなっていうふうに思います間違えるなよ間違えるなよ間違えるなよってみんな思ったんですよだからその角引いた時馬引いた時にいや間違えるなよみたいな引いうーわこれどうなるよみたいなねこう 評価値が変わると同時に自分たちのね感情も動かされるっていうのがあってまあ実際最初に言ったみたいに見る将っていうのとても大事でこの文化を育んでいくためには見,見,見るっていう見られるっていうのがとても大事理想は将棋もして見るっていうのが一番理想なんですよ理想としては。 でまあ、その時間があったりとか今って娯楽がどん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 取られてますよね例えば今だったらあ今相撲が合ってるからあーまあ相撲見たいから、まあ、将棋こうやってても。 まあこのその結構4時から6時で大事な時間なんですよねその将棋で言ったらだからそこのところ相撲でこうとか、まあ、いろんなのしながらあの本も読んでえ散歩もして運動もして将棋もさして将棋も見て、えー、食事も食べてとか何かいろんなことをしてると時間がないじゃないですかだから、まあ、見るかさすかどっちかになると思うんですよ基本的にその将棋を突き詰めていくってことじゃなければですよ。見ててさせるって人は 正直ものすごい時間を将棋に取られるんででもそれは僕はいいことだと思ってるんですよ羽生義晴さんでも将棋ってどれくらい理解されてますか盤上の,の宇宙って言われてますからねうん 0. まあ記事によるんですけど0.5%とか確かにトップのまあ日本にあるから多分,多分藤井聡太さんでも1%あるかないかぐらいだと思うんですよ。日本ののトップの棋士が 将棋のことどれくらい理解してるかって言ったら1%か2%もないっていう風には言ってんですよねだから例えばこの詰め手将棋回答選手権だったりとかこの若島さんの詰め将棋の誕生したりとか、まあ、こうやって例えばあこの後手詰めのハンドブックだったりとか この寄せの手筋だったりとか、まあ、そういうのを僕みたいなおじさんが今から始めてこうやって言っても0.00001%も気付かずに寿命を終えるっていう形になってると思うんですだからある種隕石がこ自分に落ちる 25, 25万か16万分の1とかだったと思うんですけど宝くじ に当選する確率よりも低い。数字しか勉強することができないって形になってると思う。まあ。それであ、何段とか何級とか。まあいろんな形になってますけど、なんかそこが突き詰めていってもたどり着くことができないことにのめり込む。まあ、新しい戦法も出てますし、昔ながらのまガンギシカリまやぐらしかりとか。 えー、いて、最近やったら多分行って損角替わりが多いし、サザン早繰り銀腰掛け銀だったりとか、棒銀はさすがにかな。まあ、古いのもそうですし、うん、なんか最近行って損角替わりがなんか多いような。横不もあんま効かなくなりましたかね。ま、なんか僕なんか最近やったらサ,サザン早繰り銀か。 腰掛け銀とかかな、まあ、いろんな戦法があってなんか100個ぐらいあるらしくてなんか B 級戦法とパックンマン戦法とか角筋違い四験飛車穴熊みたいなもうただただ面倒く勝てばいいみたいなですねもう謎をやられた方は困るわみたいな理論もあったりとかそうやってんかこうリズムでいろんなことを学んでいくと面白いなと思ったしまあだけど俗に言う将棋の世界は修羅の世界っていうふうに言われてますから、まあ、一歩を踏み込むと 最後までたどり着くことはないしずっと勉強し続けてもたどり着くことがない本当に修羅の道を選んでるんだな、まあ、そこだからこそこう感動的なね面白いのがあるしじゃあ自分たちも今だったらこう寄付並べができますからね。一応なんかこのの将棋の戦法には 著作権がないからここの人この人がを使った方再最新型の早繰銀だとか例えば西山さんの最新型の三権飛車した時にこれ私の戦法だからあなた使わないでよっていう風にならないっていうねだけどなんかこのあ例えば竜王戦とか名人戦とかその寄付が一定から100何十手までありますなんかあれは報道関係ので著作権があるからなんかそれを何てかはいいけどなんか全部を。 こう無料公開っていうのなんかそういうのはダメみたいな,なんかそういうのがあるらしいんですけどタイトルマスとかその寄付のやつですかでもなんか日本将棋連盟で見たら全部の寄付が見れたりとか、まあ、年間とかで見たりとかなんかそういうのもできるたりはしてるんですか読んで自分で楽しむのはいいけどそれを公開するのはダメみたいな感じですか、ね、まあね。今結構こうフィーバーバ来てるんで 西山さんが棋士になるしかり西山さんが棋士になれなかったしっかり今度は西山さんに勝ったよ新余談ですよ段、ね、がこの藤井聡太さんを倒すとか上の方に上がっていくとか何かそういう成長ストーリーがあったりすると思うんで最終的にどっちに転がるか分かんないんですけど今回のこの西山さんの棋士編入試験ですよねかなり話題になってそれで将棋を見る人が増えればいいなと思うし。 まあやっぱり理想は将棋を指す。で、正直指して出すと、まあどん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 本を覚えていきたいんで、まあわざわざ買わなくても図書館でいいな。キンドルユナイ,ユナイ,テ,ユナイテッドですか。まあそれで全然僕はいいんじゃねえかなと思ってね。結構 Amazon ユナイテッドですか。なんか900何十円あれば書籍見放題めちゃめちゃいい本ありますから。まあ図書館で借りて本でもいいですし。うんなんかね、そういうところに興味持っていくと、この見る、 ショーとんか見て刺してる方とより一層楽しめるかなみたいな棋士の人たちも見て指してる人に、まあ、自分たちの寄付を楽しんでもらえば対局しっかりですねなんかそういうふうになってもらえばいいんじゃないかなって勝手に思っております、えー、第2戦以降楽しみでございます。